ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、ヤマトです。今回は忘年会終わりの新宿駅での帰宅ラッシュをお届けいたします。中央線と特に埼京線の混雑がすごいことになっていました。他にも話題の路線紹介や混雑回避の方法を解説した動画を投稿していますので、ぜひ合わせてご確認ください。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いします。まずは中央線を見ていきます。ホーム上かなり人が多いです。快速の高尾駅から見ていきましょう。階段裏でもかなり並んでいます。恐れ入りますが、ご乗車になりましたらドア付近に立ち止まらず、車内の中ほど座席の前までお進みくださいますようご協力お願いいたします。携帯電話の階段付近はかなり混雑しています。高めにならない場所でご使用ください。皆さんそれでご注意ください。ドア閉めてます。もう一発引いてください。次は中央特快の高尾駅です。新宿ご乗車ありがとうございます。お忘れ物や落とし物にご注意ください。新宿に到着です。中央特快高尾行きです。ドア付近に立ち止まらず、車内の中ほど座席の前までお進みください。ご協力お願いいたします。混んではいますが、この後の埼京線がすごすぎて霞みます。埼京線のホームに来ました。モニター越しでも分かるくらいホームは大量の人です。まずは普通の川越駅です。降りる方が済みましたら車内の中の方までお進みください。乗車の流れとホーム中ほどに行く人の流れでカオスになっています。人の流れが全然途切れない。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。中の方までお進みください。発車いたします。扉が閉まりますからご注意ください。もう少し絶対乗り切れないですね。ありますのでご注意ください。時間が過ぎております。乗り切れない方は次をご利用ください。閉まります。中ほどに行ってみます。最後尾付近まで行かない限りは全然人減らないですね。湘南新宿ラインも見ていきます。さらに落とし物を忘れ物となりませんように気をつけください。
ご利用になりましたら車内中ほどまでお進みください。ご協力お願いいたします。埼京線を待つ人も多いですが、それでも乗車する人かなり多いです。湘南新宿ラインは次の籠原駅が最終電車となります。栃木方面に向かう人はこれに絶対乗りたいですね。サマセマーシュします。サマセマドア閉まります。次は普通の川越駅です。先ほどより並んでいる人は少ないですが、階段から続々人が流れ込んできます。新宿に到着です。車内福島の足元の乗り場専用にお越しください。ご利用になりましたら車内中央方面へお進みください。山手線も一瞬だけ見ておきましょう。ご乗車ありがとうございます。新鉄線ついてて、降車が7から8割に対して乗車がかなり少ないです。最高最高。山手線発車いたします。車内中ほどへお進みください。もっと混むかと思ったらそうでもないですね。再び埼京線を見ていきます。新宿に到着です。一つ前の電車と間隔が空いたので、さらに人が多くなっています。本日もご利用いただきまして誠にありがとうございました。ご利用になりましたら車内中央までお進みください。ご協力お願いいたします。ものすごい混雑です。一つ足元引いてください。足元引いてください。乗り切れずドアがなかなか閉まりません。ここからさらに乗るのか。これは電車の遅れにつながるので、降りて次を待ってほしいですね。リュックが入らない。優しい方たちが押してあげています。優しい方たちのおかげで無事に閉まりました。埼京線はとにかく最後尾付近からの乗車をおすすめします。新宿始発の大宮駅は発車までまだ5分ほどありますが、すでに激混みです。
グリーン車はオレンジ色の乗車口4号車と5号車でお待ちください。高原行き最終電車が到着です。前から中央付近はずっとこんな感じです。次は湘南新宿ラインの籠原駅です。湘南新宿ラインはこの電車が最終になります。ご利用の電車の車内、中尾の方でお進みください。籠原駅最終電車です。お乗り場でございませんようにお気をつけください。お兄さんがつい口走ってしまうほど新宿始発でも関係なしに大混雑です。車内さん車内します。閉まります。お気をつけください。閉まります。こちらも新宿始発の赤羽駅です。車内順番に車内を進めください。ホーム上の人の数が全く減りませんね。今回はこちらが最後になります。川越行きの最終電車です。東京長崎川越線本日の最終電車となります。やはり新宿始発でない場合はさらに激混みになりますね。はい、最後の方にお詰め立ってください。後ろの方は乗り切れませんので中の方までお詰め合わせください。川越最終電車です。最終電車は皆様ご乗車いただけるように中の方までお詰め合わせになってください。こっちにいてください。どのドアもかなり押し込まないと乗れそうにないです。乗り切れない場合は次をご利用ください。扉を押してます。はい、前、はい、扉閉めます。動画のリクエストがあればぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。